しい時はやがてすお別れの時間よ。私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。システム時間23時47分15秒。エリオが見る未来に間違いはないわ。うん。システム時間23時44分59秒。爆発による衝撃波でメイン制御システムの大部分がダウン。と、君がやったの？反物質レギオンがやった。奴らはシステムにおける2時間前に宇宙ステーションに侵入した。私たちはレギオンと交戦するかしら。わからない。エリオは何も言ってない。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ごめんね、今日の任務はすごく退屈なんでも。楽しみを見出したいのなら邪魔はしないわ。だってエリオの脚本にないものはどうだっていいもの。呼吸するその感覚覚えておいて。反物質レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、終末獣も一匹来てるから。タイミングが悪かったようね。一瞬。素晴らしい時はやがてすお別れの時間よ。後始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カフカ。
もういいじゃない。で、さっきのはどこにやったの？銀狼。座標は適当に決めた。こだわりはない。あの全然気にしてないわ。ただ何回見ても君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。さっきから何を見てるの？そんなに面白いのかしら。ヘルタのおもちゃ、宇宙ステーションに収集してある器物のリスト。興味深いものがたくさんある。例えば？この銃は照準に入った生物に0から100まで点数をつけることができる。それのどこが興味深いのよ。自分の点数が気にならない？私はかなり知りたい。そう。じゃあ道中見つけたら試してみましょう。目標地点はどこかしら？左の扉の奥の通路を進むと何らかの器物が置かれた部屋がある。性格はそこにあるの？それが性格がどこにあるか教えてくれる。先は宇宙ステーションの中心エリアだ。反物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいる。落ち着いて。バトル体験を改善しないと。このスピードで？遅すぎる。止まって。前に何かいるわ。どうやら待ち伏せされていたのは俺。でも残念なことに囲まれたのは彼らね。あんなすぐ餌にかかるなんてね。あっ！素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。呼吸するその感覚覚えて。一瞬。誰もいないわ。ちゃんと訪問ログを見るとこの聞いたことない名前ね。性格はどこ？エリオの脚本に性格の私たちはこの宇宙ステーションには器物で器物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。で、ずっとリストを見てるけど、手が必要な手がかりは全て揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。部屋にある端末設備を調べて、そこに器物があるかもしれない。わかったわ。
君のパフォーマンスを見せてもらうわね。あら、この端末メモリーがなくなってる。ここは監視室、データを削除して逃げたんだと思う。よっ、宇宙ステーションの隅々まで映ってるけど正確は見当たらないわね。あったとしても罠のはず。ヘルタの収集しているものが見えるところに置いてあるわけがない。こうやって探してても効率が悪い。もうこっちに来て。でどうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。シンプルだけど効果はある。これは鬼物ナンバー211ブラインドゾーン。簡単な光の屈折により。ヘルタってば、こんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。私たちのモットーでもあるでしょ。また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど。通ってみましょう。大丈夫、こんなところで倒す。へえ、さすが天才クラブのメンバーってところかしら。性格はすぐ独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしても。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。媒体の準備ができた。あなたが決めて。エリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。エリオはこの選択を下すのはあなたでないといけないとも言っていた。彼に新しい名前をつける？そうね。これでいいわ。どれくらい記憶が残ってるの彼。少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。ここ宇宙ステーションだけど大して重要じゃないわ。聞いて、今とても混乱しているわよね。自分が誰でなぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。でもこれらは重要じゃない。
重要なのは、私は君を一人この宇宙ステーションに残して立ち去ること。聞いて、これから君は数えきれないほど危険な目にあって、恐ろしい状況に身を置くことになる。でも美しい出来事にもたくさん出会うわ。家族のような仲間を持ち、夢の中でも体験できないような冒険をする。旅の終わりには、君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。気に入った？次の場所へ。用意された未来のために道を切り開くわ。錦織のように君と私は一度に一本の金糸しか折れない。もういいでしょ。脚本によれば、請求列車の人たちがもうすぐ来る。私たちは彼らと遭遇すべきではない。分かってるわ銀狼。もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて、すぐに誰かが見つけてくれるから、彼らについていくといいわ。選択の機会があるときに、自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。このものの座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間、これだけは間違いないでしょ。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。え、うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？それは相当まずいね。頑張って思い出せない？あんたの名前は。よろしく頼む。俺はタンコ、こっちは美月なのかだ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。壊滅のナヌークの手下だよ。あんた運がいいね。一番危険な絶滅対空は近くにいないし、ここにいるのはあっちこっちで悪さしてる幽兵たちだけみたい。うちらがすぐに侵入者をやっつけるから心配しないでね。主制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこに。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで。うちらがこのピンチを解決するから。お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。そっか、分かった。気をつけてね。そうだ、これを渡しとくね。レギオンは宇宙ステーションで好き放題してるから、退路も安全とは言い切れない。ただのアドバイスだよ。大丈夫、あんたにはうちがついてるから。珍しいものがたくさんあるでしょ。これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないんだ。だからどれも埃をかぶってるの。意味わかんないよね。
即戦即決と行こう。真ん中のエレベーターから下に降りて主制御部分を目指そう。道は知ってる？あれ？そういえばあんた宇宙ステーションの制服を着てないけど本当にここの人なの？記憶喪失？やっぱり怪我してるみたいだね。まあいいよ、もう聞かないよ。行こう、うちが無事に送ってあげる。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね、今祝福してあげるから。始めるか。お前の番だ。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。痛くも痒くもない。逃がさない。うちの出番。即戦即決と行こう。殴ったね。ああ、ルールは破るためにある。ああ、せい。痛くもかゆくもない。逃がさない。